2019年10月12日を皮切りについに放送をスタートする秋アニメソードアートオンラインアリシゼーションワーオブアンダーワールド。その第1話の先行カットとあらすじが到着した。ソードアートオンラインは第15回電撃小説大賞大賞を受賞した河原つぶてさんの小説を原作としたアニメ作品で、謎の次世代オンラインゲームソードアートオンラインを舞台に主人公キリトの活躍を描き人気となった。TV アニメ第1期が2012年7月から12月に、第2期が2014年7月から12月に放送された。2017年2月18日には川原さん書き下ろしストーリーのアニメ映画劇場版ソードアートオンラインオーディナルスケールが公開。興行収入が全世界累計43億円突破の大ヒットを記録。そしてソードアートオンラインオルタナティブガンゲールオンラインが2018年4月に放送され、ソードアートオンラインアリシゼーションが2018年10月6日に放送された。ソードアートオンラインアリシゼーションワーオブアンダーワールドはシリーズの最新作。2018年10月から放映されていたソードアートオンラインアリシゼーションの続編にあたる RRSAO アリシゼーション編第3クール2019年10月放送開始決定。ティザービジュアル PV が公開。ソードアートオンライン先行カットあらすじ。8月開催。ソードアートオンラインアリシゼーションはオブアンダーワールド第1話北の地にて、あらすじ。アドミニストレーターとの激闘から半年が過ぎた。右腕を失い廃人のようになってしまったキリトを連れたアリスは、故郷であるリューリット村の外れで静かに暮らしていた。彼と共に守った世界を眺め、これまでを思い返すアリス。そんな彼女の前に聖号騎士の同僚であり弟子でもあるエルドリエ・シンセシス31が姿を見せる。放送情報。東京 MX 10月12日土曜日より毎週土曜24時 BS11 10月12日土曜日より毎週土曜24時群馬テレビ10月12日土曜日より毎週土曜24時栃木テレビ10月12日土曜日より毎週土曜24時MBS 10月12日土曜日より毎週土曜26対あらかじめご了承ください。10月12日ソードアートオンラインアリシゼーションはオブアンダーワールド第1話北の地にて、あらすじ。アドミニストレーターとの激闘から半年が過ぎた。右腕を失い廃人のようになってしまったキリトを連れたアリスは、故郷であるリューリット村の外れで静かに暮らしていた。彼と共に守った世界を眺め、これまでを思い返すアリス。そんな彼女の前に、聖号騎士の同僚であり、弟子でもあるエルドリエ・シンセシス31が姿を見せる。放送情報。東京 MX 10月12日土曜日より毎週土曜24時 BS11 10月12日土曜日より毎週土曜24時群馬テレビ10月12日土曜日より毎週土曜24時栃木テレビ10月12日土曜日より毎週土曜24時MBS 10月12日土曜日より毎週土曜26対08、10月12日ご了承ください。特別編成のため26対3